皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の17課50番目のビデオです。文法の5番目です。今日の文法は何をするかというと、でしょう？だろう？です。前には普通形を入れます。または名詞とかな形容詞もそうですけど、だはキャンセルしてください。で、意味なんですけど、私は何々と思いますよ。で、あなた、ね、あなたちょっと気をつけてくださいねという意味で使います。相手を注意するとき、叱るときに使います。で、これちょっと気をつけてください。ね、目上の人から下の人に使うような言い方です。例えば、年上の人から年下の人に、お父さんお母さんから子供に、先生、教師から、生徒さん、学生さんになどですね、目上の人から下の人に使うことが多いものです。ですから、自分が下の方の人だとか、また同じレベルの人に、あまりたくさん使うとちょっと偉そうですね。英語でボッシーと言いますよね。偉そうになってしまいますから、ちょっと気をつけてください。はい。あとは、時々ね、男性が女性に使うときですね。男の人が女の人に使うときも、ちょっと、嫌だと思われる可能性が高い。反対もそうかな。でも使い方は気をつけてください。必ず自分が上だと思って。で、相手ですね。相手を、ちょっと注意すること。叱るですね。叱るような時に使うといいと思います。ではですね、皆さん、このレベルなんですけど、JLPT のね、N2 くらいのレベルです。はい。そして、教科書ですね。みんなの日本語。大河でやっぷんゆ。ダジャダルユ。みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3です。でね、日本バージョンでは中級の2なんですけど、同じ中級の17課ですので、安心して一緒に勉強していってください。ですね。何々でしょ？ちなみにこのでしょとだろうなんですけど、でしょというのは男性も女性も使います。丁寧形です。もともと、例えばこの本ね、この本は、例えば、サーモンピンク、オレンジだね。オレンジ色でしょう？ね。isn't it right? どいぶどいっていう時に、でしょうですね。あれと同じでしょうです。の、うをキャンセルしてるだけです。一般的に、相手に気をつけてね。何々ですよと、注意するような時には、でしょ？何々でしょう？って言ったりします。でしょう？があってもいいですけどね。あっても問題ないです。で、その普通形がだろうですよね。ですから、女の人、一般的にはですね、普通は女の人はでしょうを使って丁寧に話す場合が多いです。そして、だろうというのは、大体は男性、男の人が使います。これ気をつけてください。このでしょうだろうは、意味は簡単なんですけど、使うシチュエーションね、一つは、目上の人から下の人に。二つ目、でしょというのは女の人がよく使う。男性も使ってもいいです。丁寧でね。だろうというのはほとんど男性しか使いません。男性だけが使う感じです。気をつけてください。では、この教科書の何ページかというと、139ページですね。ここ見てください。139ページ。はい。では、読みながら説明していきますね。はい。一緒に行きましょう。さあ、サッカーの練習に行くんでしょ？ですね。さあ、come on, now, let's go! ね。サッカーの練習に行くんでしょ？行きますよね？ね、行く時間でしょ？だから早く気をつけて、ね、遅刻しないで、遅れないでね、早くという時ですね。行くんでしょ？相手に、英語の reminder だよね。kind? 親切 ?kind かな？親切じゃないね。多分、ちょっと厳しい感じかな。の、リマインダーですね。何々でしょですね。それから、次行きます。10時だ。子供はもう寝る時間だろ？歯を磨いて、ベッドに入りなさい。この、だろうなので、これを読んだら、
ここに特にね、お父さんお母さんとか何も書いてないんですけど、なんとなく男性が言っている感じがします。お父さんかおじいちゃんか、まあお兄さん、大きいお兄さんたちですね、の感じがします。お母さんだったらね、もう10時よって感じです。もう10時よ、子供たちは、あれ、子供はもう寝る時間でしょ、歯を磨いてベッドに入りなさい、もっと優しい感じですね。私の母もとても優しい話し方をするから、こんなだろうとか絶対使いませんでしたね。もっと優しいですね。次いきます。ゆうた、そんなところに立っていたら邪魔になるでしょ、こっちいらっしゃい。で、ゆうたですね、ここでね、ゆうたくんとかゆうたちゃんとかじゃなくて、ゆうたと言ってますね。ですからきっとお父さんかお母さんですね、お父さんかお母さんですの子供の名前を呼び捨てで、さん、くん、ちゃんを使わないのは普通は両親で、ね、親の呼び方です。まあ、最近は日本の両親も自分の娘をね、まさみちゃんとかね、私の母は時々私のことをね、みーちゃん、これ関西弁ですね、みーちゃんとか、まーちゃんとか呼んだりしますね。まさみちゃんはないですね。そうですね。あ、ちなみにみーちゃんというのはまさみのみです。でね、次ですね、そんなところに立っていたら、まあ、多分例えば道の、ね、the road ね、道の真ん中とかですね、そんなところに、そんな場所だよね、そんなところに立っていたら邪魔になるですね。他の人が歩いたり車が来たりしますね、邪魔になるでしょ、こっちいらっしゃい、いらっしゃいは来てくださいだよね、こっちいらっしゃい、いらっしゃいは、なんか丁寧な命令ですね。おいでというともっとカジュアルです。こっちにおいで、ね、で、とても丁寧なのはこっちへ来てください、こちらへいらっしゃってください。次です。飲みに行こうって誘ったのは君だろう、今日になってキャンセルなんてひどいよ。このだろう、しかも君って使ってるのはなんとなく男の人の話し方の感じがします。ちょっとだけ古いかな、でも、ね、言い方ね、君っていうのはね、あなたの意味で君というのはなんかちょっとだけ古い話し方の感じがするんですよ。日本人の皆さん誰も見てないよね。日本の方どう思いますか、ちょっと教えてください。私の友達で君っていう人はいないですね。そうですね、いないですね。で、飲みに行こうって誘ったのはなんかあなたが、ね、あなたが私を、まあ、お酒を飲みに行こうとね、誘ってきたのに、ね、来たんですよ、ね、これね、そうでしょ、ね、君が誘ったんだったと思うよ、気をつけて ね、今日になって、今日、なんか誘ったのは前ですね。例えば1週間前に誘われて OK 行きましょうと言ったのに、この1週間連絡来なくて今日ですね、今日キャンセルしました、遅いですね、今日になってこんなに遅くなってからキャンセルなんて、そんなことですね、ひどいよ、悪い、とても悪いですね。こういう急にキャンセルするのをドタキャンって言いますね。これ名詞です。ドタキャンしますと言います。急なキャンセルです。普通は当日、その日ですね、その日に、約束のその日とか、あと前の晩とかもドタキャン、私はドタキャンだと思います、ね、ドタというのは、日本語のね、ドタンバという言葉です。よかったら Google 辞書で見てください。ドタンバというのは最後の最後の時とか、あとはなんかね、事故があった時、地震があった時とか、ちょっとパニックな時、まあ、急いでいる時の意味ですね。で、ドタで、キャンはキャンセレーション、キャンセルの意味です。だからギリギリの時間にですね、 just before the appointment、 約束の直前、すぐ前にキャンセルすることをドタキャンと言います。私のね、日本語の授業もね、時々ドタキャンがあるんですね。ちなみに私のポリシーですね、約束はですね、誰でもです。もう、どんなにいい友達、いい友達か、いい生徒さん、長い間、10年ぐらい一緒に勉強している生徒もたくさんいるんですけど、10年の、関係の生徒さんでも、ドタキャンの場合は授業料をもらって、で、まあでも次の授業を長くします。仲がいいからね、私は別にお金が欲しいだけではないんですけど、ただ、ドタキャンで授業料全然取らないと、その人がね、すぐドタキャンするようになってしまうので、一応ね、約束で、払ってもらうようにしてます。で、その代わり、まあ次の授業をね、長くしたりとか、
うん、そういうサービスはするようにしてますけどね。皆さんね、ドタキャンしないでね。はい、ではね、続きいきましょう。練習1位ですね。この練習問題いきます。で、練習問題をやってから、私が書いた例文を読んでですね、それで終わりましょう。いきます。練習1、注意してあげてください。そうです。注意してあげてください。その人のために、上ですね。あなたは、例えばお父さんやお母さん、またはあなたは先生です。で、ここでは全部で子供や生徒ですね。下の人に注意します。例、濡れたって水がね、ついてる。ね、濡れた、ね。例えば雨が降って濡れました、ね。濡れた服を着ている子供に対してですね。風邪をひくだろう、男の人ですね。女の人だったら、風邪をひくでしょ、早く着替えなさい。着替えてね、でもいいです。早く着替えてね。着替えなさいは、ちょっと命令な感じです。お父さんやお母さん、先生が自分の生徒や子供に優しく注意するとき、何々しなさいですね。うん、でも、もっと、なんか、仲のいい優しい感じだと、早く着替えてね、という感じ。その方が可愛い優しい感じになります。次です。1番。道路で遊んでいる子供に、うん、道路で遊んでいる子供なので、例えば、危ないだろう、男ですね。男の人、危ないだろう、やめなさい、ですね。怖いね。で、もっと優しい感じだと、うん、優しいママという感じですね。危ないでしょ、ね、気をつけてね、こっちいらっしゃい、とかですね。こんな感じですかね。あとは、例えば、そんなところで遊んだら危険、危険だよね、デンジャー、危ない、いいけよし、危険な、なけよしね。危ないでしょ。次、2番。テストの前の日なのにゲームをしている子供に、ね、テストの前の日にゲームしたらダメだろう、勉強しないとダメだろう、ね、勉強するべきだろうとかね。ちょっとこれ全部だろうだと男っぽいです。女の人だったら、例えば、遊んじゃダメでしょとね。もっと勉強した方がいいでしょとね。早く復習した方がいいわよとね。いいでしょってなります。次です。3番。授業中にメールをしている生徒。このね、メールね、日本人がメールっていうと、WhatsApp とか LINE のことを言います。E メールじゃないです。この場合、多分ね。授業中にこれメールしている生徒に。授業に集中した方がいいだろうとかね、そんなメールしちゃダメだろうとかね、何々しちゃダメだろう、ダメでしょうという言い方が多いですね。メールしちゃダメでしょう、でしょうの方が可愛くて優しい注意になります。あとこれ見てください。もう一回いきます。相手を注意するとき、叱るときの言い方ですね。で、今ちょっと私が女性なので、私が女の人なので、でしょうにしてます。でも、だろうというと、男性、男の人の感じになります。もちろん、でしょうは丁寧だから、丁寧な男性の話し方だったら、でしょうでもいいですよ。いきます。道にゴミを捨てた子供ですね。例えば私が今一緒にいる子供、まあ、私の子供じゃなくてもいいです。多分他の人の子供でもいいです。私は年上ですよね。で、それで子供に言います。捨てちゃダメでしょ、ね、そんなところにとかね、道にゴミを捨てちゃダメでしょって注意します。次です。遅れた後輩にですね、例えば会社 の, 私は先輩ですね。で、後輩が会社の、例えば会社に遅れました、会議に遅れました、遅刻するなんていけないでしょ、いけないはダメですよね、いけません、ダメです。タバコを吸ってはいけませんの、いけませんね、いけないでしょ。次、トイレに行く人ですね。これ例えば食事中ですね。しかもちょっとなんて食堂とかじゃなくて、もうちょっと綺麗なレストランのイメージで、なんかみんなでフランス料理食べてる時とかね、トイレ途中で、食事の途中でトイレに行こうとしました、ね、例えば私の彼が、例えばね、で恋人同士なので、まあ、私はちょっと強い彼女で、これ、ね、注意しますね。ちょっと、ね、今食事に行ったら失礼でしょちょっと怖いね今トイレに行ったら失礼でしょ、後で行ったらなります。それから下手な人ですね。例えば何か料理とか、なんかこう何かをやる、料理するとか、なんか作るとかね、あと掃除するとか、何かやるときね、何かをやる、とにかく下手な人にね、そんなやり方じゃうまくいかないでしょ、
ね、そんなやり方じゃ、だからやり方、あなたの方法だよね、仕方、そんな方法じゃ、方法だったらですね、うまくいかない、上手にできない、失敗するのにね、成功しないですね、うまくいかないでしょって、ちょっと叱ってる、注意してるですね。いかがだったでしょうか。今日はね、ここまでにしましょう。明日はですね、何々からなっている、それから何々としては、でしあさっては外交上とか何々上というのをやっていきます。よかったら、下からね、まさみ先生の日本語教室の右側にサブスクライブとか登録ってありますよね。そこ皆さんよかったら登録してくれるととても嬉しいです。よろしくお願いします。それからここまで見てくれた人、ちょっと毎日頑張って、ほとんど毎日、時々休みますけど、ほとんど毎日なるべく頑張ってですね、ビデオ撮ってアップロードしてるので、よかったら下から、ライク、高評価ですね、してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまた明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様でした。またね、バイバイ。頑張ってね、勉強。あ、 JLPT 受ける人頑張ってね、試験勉強そろそろ始めた方がいいよ。じゃあね、バイバイ。